それでは今日の労働法入門の話です。18回目ですね。で今日は応用例というかですね、労働時間の応用例というか、そういう意味で労働時間のみなし制という、まあ、いくつかの制度がありますけど、労働時間のみなし制ということについて話をしたいと思います。で一番目にそのみなし労働時間制ということなんですが、労働時間をですね、労働者の裁量に任せようという仕組みをにはフレックスタイム制、まあこれフレックスタイム制というのは法律用語的にはですね、その、裁量労働制じゃなくて変形労働時間制ですね、あちらの方に分類されると思うんですけど、私はどちらかというとその労働者の自主的な管理、自主的な時間を管理していくというの意味でですね、まあ、フレックスタイム制に近いイメージを持っているとどちらか、そういう意味でちょっと他の書物なんかとは扱う場所が違うような感じがしますけど、まあ、それはちょっとご勘弁いただきたい。で、まあ、そのフレックスタイム制とみなし労働時間制があるんじゃないかなというふうに思います。で、みなし労働時間制はですね、いくつかの種類に分かれます。で、大きくはですね、事業場外労働のみなし労働時間制。で、もう一つは、裁量労働のみなし労働時間制。で、この裁量労働のみなし労働時間制に、専門業務型裁量労働制と、企画業務型裁量労働制と。ちょっと言葉難しいですね。専門業務型裁量労働制と、企画業務型裁量労働制というのがあると。で、ここで一度お話したと思うんですけど、みなすという法律用語ですね。みなすというのは、ある事柄について他の性質の異なる事柄と法律上同一し、同一の法律効果を生じさせる、って、まあ、固く言うとこういうことなんですけど、みなすというのは、違う、基本的には違うもんなんだけど、同じもんだよというふうに法律が決めちゃうということですね。いいですか。で、これはどういうことかというと、具体的にはですね、法律が A だと言ってんだけど、B をね、A と一緒のものだと、B を A と一緒のものだというふうに見なしちゃうということですよ。そうすると、A でも B でもですね、いや、あれは B はね、本当にいろいろ調べてみると、A じゃなくて B だと。こう言ってもこういう反論を許さないということですね。いいですか。でそれが同じような意味で推定するということと違いますよという話をしたと思うんですが、推定するってのはどういうことというのは、B を A と推定するということになるとね、今度裁判で例えば、いや B はこういうことで A じゃないんだっていうふうにね、反論してそれが認められちゃうとね、やっぱり B は B だっていうことになるわけです。A にはならないっていうことなんですね。ちょっとかえって分かりにくさせてるかもしれませんけど、そういう意味で見なすという意味はそういう意味なんだということで知っておいてください。で、まず1番目が事業場外労働のみなし労働時間制ですが、労基法38条の2とありますね。でよくこの何条の何っていうのがあるでしょ。でこれはね、要するに新しくできてた規定ですよってことなんですよね。だから労働基準法ができた当初はこの38条の2はなかったということです。38条という本規定があったと、ね、でところがまあその後改正にあたってですね、ここで39条と言っちゃうと全部こうずれてくるじゃないですか。ね、でそのたびにその、なんていうんですかね、いろんなことを変えなきゃいかんわけですよね。私もよくわかりませんけど。だから、要するにそういう労働基準法の体系を変えないようにするためには、枝板っていうんですね、これつけて条文を作るということみたいです。ですから、これからも何条の何と出てきた、ああ、これは比較的新しい規定なんだなというふうに見ていただければいいと思います。まあ、そうは言ったってね、このみなし労働時間制はそんな新しい制度ではないですけどね。一応、条文を読んでいきます。労働者が労働時間の全部または一部について、
いいですか、事業場外で業務に従事した場合において、で労働時間を、いいですか、労働時間を算定しがたいとき、ですから事業場外で業務しただけじゃダメなんですよ。労働時間を算定しがたいときですよ、は所定労働時間労働したものとみなすです。所定の、いいですか、所定労働時間労働したものとみなすということです。ということは、例えば9時から何時までということで就業規則で決まっていればですね、その時間労働したものとみなすということです。ただし当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務に関しては厚生労働省で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間外労働したものとみなす。これ何かというと、要するに、就業規則には当然ね、法定労働時間を規定しなきゃいかんから8時間と書くわけです。ね、8時間以内で書くわけですね。それが実質的には常にね、なんか9時間ぐらいかかってるということは、その9時間とみなしてもいいですよということです。ただし9時間とみなすということはあれですよ。その1時間については常に超過労働を払うということですよ。たとえそれがまあね、8時間で終わったとしてもですよ。ある日の仕事が8時間で終わったとしても9時間と見ます。ということになります。でこれ逆に言えば、10時間やっても9時間と見なすということなんですね。それが見なすという意味です。で、第2項。前項正し書きの場合において、当該業務に関し、当該事業場に、また出てきましたね、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合。労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を、同項正し書きの当該業務の遂行に通常必要とされる時間とすると。ね、書面によってね、協定をした場合にはね、その書面で協定した時間を働いたものとみなすということですね。で、使用者は厚生労働省のところに、前項の協定ね、労使協定を行政官庁に届けなければならないということです。でまあ、ここでまた労使協定が出てきましたね。まあ、いつも言っておりますんで、いつものあれはやめますけど、結構労使協定っていろんなところに出てくるでしょう。労働基準法だけじゃないんですよ。いろんな法律に労使協定って出てくるんですけどね。で、じゃあどのような場合にこの制度が適用になるでしょうかということなんですが、よくね、以前使われた例がこういう例なんですね。皆さんが、例えば皆さんが一日のほとんどをですね、一日のほとんどを外回りで過ごすセールスマンだったとしましょう。売るものはまあ何でもいいですけどね。時には朝早くからですね、客先のアポイントが取れるようになればですね、いちいち出社するなどの遠回りしないでですね、一旦東京の会社に出社して、それから神奈川にね、商売に行くんであって、自分はまあ神奈川県に住んでるからすぐ近くだったら、まあ、そこに直接行けばいいようですね。直接直行するでしょうと。でまたその日の最後の訪問先である仕事がですね、いわゆる通常の就業規則に書かれているような就業時間前に終わったとしてもですよ、その地点がまあ勤務先の事務所から遠く離れていた場合ですね、あえてまたその勤務先に戻ってですよ、帰るということになると、なんかそのそれはやっぱりまあ合理的だというふうに思いませんよね。それから訪問先と訪問先との間に休憩時間を超える時間があってもですね、あってですね、例えばその間その喫茶店で本を読んで過ごすのもですね、こういう仕事だったらあながち責められることではありませんよね。まあ、通常のまあ仕事ならまあね、時間が空いたら上司は言いますよね、おい他の仕事やれよっていうふうで言うでしょうけど、その時になんか好きなね、まあ、その仕事に関連する本ならまあ特別なんでしょうけど、好きな小説を読んでたらやっぱりそれはちょっとまずかろうということになるでしょうね。でこのような勤務をですね、上司の管理者がその時間管理するっていうのはまあ不可能ですよね。
で、時間管理というのはいいですか？自己申告制というのはありますけど、基本は会社が把握するんですからね。いいですね。自己申告制というのは、自己申告したものを、まあ、会社がそれが正しいと認定しているという意味で、あくまで時間管理というのは会社がするものですからね。で、そういう意味では、まあ、具体的には上司なわけですが、それを上司がまあ管理するのは不可能だと。で、この場合に適用が考えられるのがこの制度ですということです。で、ただこの例を出したんですけどね、今はこれがその時間外労働として適用されるかどうかいろいろ議論があるところだと思います。というのはですね、今時は皆さんね、スマホを持ってますよね。そうするとその逐一ね、私は今日今、これから何々会社に行ってこういう営業の相談をしますと。って言って終わったらね、こういうことで終わりましたと。で、結果はこんなところでまた次回会うことになりましたと。で、次にはここに行きますなんて、個別にいろいろ具体的にね、連絡を取って、上司からじゃあこの間はこれをしろとかですね、あれの検討しとけとかですね、そういうような指示が出るようであればですね、これはまあ、事業場外労働というよりも、ただね、顔を合わせてないだけであって、ちゃんとスマホで指名で受けて、時間管理もされてるようなもんですから、この場合には、こういう時間外労働や、この事業場外のですね、裁量労働制が認められるかどうかは、非常に疑問があるところですね。そういうことです。だから、簡単になんか、セールスマンイコールこういう制度だというふうには考えないでくださいね。よろしいですか。で、この場合どうなるかというと、法律的な効果としては、あとして原則としては、所定労働時間を労働したものです。いいですね。所定労働時間というのは、例えば、就業規則で8時間とか7時間半というふうに決められた時間労働したものとみなされますということです。で、それで当該業務を遂行するには、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなします。例えばさっき言いましたように、8時間じゃなくて、やっぱり9時間はかかるよということであれば、9時間とみなせばいいですね。で、この異の場合でもですね、そのことについて労使協定を締結されている場合には、その協定で定める時間とみなすということになります。で、誤解しやすい点を一つ挙げておきますけど、その事業場外労働とあるので、事業場外の外での労働は全て対象になると考えるのは間違いです。意外とこう考えている会社さんもあるんですよね。で、法律というのはですね、形式的に読んじゃダメなんですよね、形式的に。で、なぜ形式的に読んじゃダメかというと、法律っていうのは、要するに、例えば日本の法律は日本の1億2000万人なら2000万人の人がいればですね、その人全部に適用になるわけですよ。ね。まあじゃあ労働法がそれ赤ん坊に適用されるかどうかって、そういう議論はちょっと別としてね。だから大勢の人に法律っていうのは適用される。ね。で、そうすると法律っていうのは、その全部のことにね、ピタッて当てはまるような条文ってのは、そんなにないわけですよね。そうすると、その条文というのは、どういうふうに解釈できる。ね。解釈の幅ってのがあるわけですね。で、その解釈の幅の中で、重要、どういうふうに解釈するかという、幅の中にね、重要な要素として入るのが、その法律の趣旨なんですね。どういう意図でこの法律ができたかという意図なんだ。そういう意味で趣旨というのは非常に法律がのこの制度はどういうことで、この法律はどういう趣旨で、考え方でということは非常に重要になってきます。こういう趣旨なんだから、この形式的な文言はこういうふうに実質的に解釈するんだというようなことを考える。これが一つ、法律学としては非常に重要なことだと私は理解しています。いいですね。ちょっと横にそれちゃいましたけど、そういうことです。で、この制度の趣旨はですね、先ほどの例に挙げたような事業場外の労働の場合は、
使用者の指揮監督ね、使用者の指揮監督が具体的には及んでないというふうに考えるので、労働時間の算定が不可能で、労働時間の算定が不可能であるから認められてもらうということです。ですから、まあ、最近スマホなんかあるとかね、いろいろあるとちょっと違ってくるんじゃないですかというのはそういう意味です。いいですね。ですから、事業場の外の労働者でも、使用者の具体的疾患とかが及んでいると考えられる場合は適用対象にはなりませんと。例えばですね、事業場外で労働をしている人が、数人のグループ作業、ね、外でまあ、何か家を作ったりですね、それから道路の工事をしたりですね、まあ、そんなような作業があったとしますね。で、数人のグループ作業であり、その中に監督者がいると、ね、その現場を監督する人がちゃんといますよと。それから、さっき言いましたけど、携帯電話、まあ、ちょっと携帯電話で、今スマホでしょうけどね、携帯電話で逐次上司と連絡を取り、個別の指示を仰いでね、こういうことをやりました、あ、じゃあ次にこうしろというような個別の指示を仰いで業務に従事するような場合は、この制度の適用対象ではありません。で、こういうここの点ね、よく誤解しないでいいですね。事業場外だからといって、外で仕事すればみんな該当するよということではありませんよということですね。ちゃんと時間把握ができるのであればですね、きちっとその労働基準法にのっとってですね、時間管理をして、それにものっとって、まあ、超過労働等々のですね、処理をするというのが、まあ、原則の中ですから、その原則に戻ってきちっとやってくださいということですね。で、それが難しいから、この制度ができてますという意味ですからね。で、ここで判例が一つありますので紹介しています。阪急トラベルサポート事件、ね、平成26年ですから、まあ、そんなに古い判例じゃないですね。で、判事事項として、募集型の企画旅行、ね、まあ、そのことにあまり意味があるわけじゃないですけど、要するにはですね、例えばなんか北海道ツアーとか行ってね、信州のツアー、信州のなんとかツアーとか行ってね、まあ、募集してね、添乗員募集、そこをね、バスならバスでね、運行するわけですね、旅をするわけです。まあ、そういうような企画旅行にも添乗員の業務、ね、添乗員の業務、ね、まあ、いわゆるガイドさんですよね。で、これが労働基準法38条の2第1項に言う労働時間を算定しがたいところに当たらないとされた。これでは当たらないということにされたんですね。で、その判例はどんなことを言ったかというと、要旨はですね、募集型の企画旅行における添乗員の業務については、次の括弧1、括弧2など、判事の事情の下では、労働基準法38条の2第1項に言う労働時間を算定しがたいときに当たるとはいないということで、こういう事実があるからできないと言ったんですが、その主要な事実は何かというと、まあ、括弧1として、当該業務は旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによってですね、いいですか？いつの何時から何時までは、例えばそのバスに乗ってると、何時から何時まではそのここでね、昼食をとってと、ね、何時から何時まではどこで、まあ、観劇、劇を見てますと、まあ、いうようなことでですね、具体的に確定されておいて、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に代わる選択の幅は限られてと。まあ、ごくごく限られて、添乗員はそれに従って淡々とやってるということですよね。それから、括弧2として、当該業務について、上記企画旅行を主催する旅行業者は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示したわけですね。具体的にそういう指示をした上で、その予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態、なんかね、予定とは食い違ってきたというような場合にはですね、その時点で個別の指示をするもの、ね、実はちょっとこう、バスが遅れちゃったんでどうしましょうって言った時には、
そこでその添乗員がじゃあそうしようかって言ってその勝手に変えるんじゃなくてですね、ちゃんと、本社か何かに連絡をして、じゃあこうしろという指示をされるんですね。そういうことで、裁量というのはないわけです。そういう、その、で、旅行日程の終了後は、内容の正確性を確認してですね、きちんとこういうふうにやられたかということを確認して、その、終了添乗日報ってやつがね、あって、それによって業務の遂行の状況等について詳細な報告を受けるものとされていると。ね。要するに、外で添乗員ね、一人が乗ってやってるにしてもですよ、その、ほとんどのことは、要するに、計画通り、ないしは本社の指示に基づいてやってるんです。だからこういうのは、その、労働時間が算定できないなんてことは、管理できないってことはないでしょと。だからこの制度には乗っかりませんよということなんですね。で、なぜこんなことが起きるかというとね、その、やっぱり、こういうその事業場外なんて言われちゃうとね、経営者としては、どう見てもこれは、添乗員はね、1日10時間働いてるわいと、ね、場合によっては11時間働いてるわいと思ってもね、原則は所定労働時間勤務したものとみなすなんて書いてあればね、じゃあ8時間でいいんじゃないかというふうに発想しがちなんですよね。いや、全部の経営者がそうだっていうわけじゃないですよ。法律がそういうふうに、形式的にそう書いてあれば、そういうふうに考えちゃうわけですよ。そうすると、それに乗っかろうとすると、実態は違ってくるわけですね。その実態違えば、やっぱりその添乗員としては、おかしいじゃないかと、こんなに働いてるのにね、こんな賃金じゃってのことになって、裁判になるわけですね。その時に、この規定や、使用者はこの規定に当たるというふうに言うんでしょうけど、労働者の方はそんなことないって、裁判になって、裁判所がこういう、今回の場合この2つの、他にもいろいろ事実認定してるんでしょうけど、こういう、どうもこの2つのね、重要な事実があるなと。で、いうことから見れば、こういう、いわゆる事業場外の労働の内容に約束さないんで、ちゃんと時間通りの賃金を払いなさいと。10時間やったときは10時間分の賃金を払いなさいということを言った判例だという理解をしてください。次がですね、専門業務型裁量労働制ですね。で、これ何かというと、その大幅にですね、労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定めですね。いいですね。これからいろいろな業務が出てくるんですが、全部、どこの会社でもその業務だったら全部そうだという意味じゃないですよ。業務に、その中で、対象となる業務を労使で定めてですよ。で、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間、労働し、時間働いたものとみなす制度であると。要するに専門業務ですから、端的に言うとですね、使用者が一時こ、厚生合わせというような管理はしないということですね。基本的には任せて、結果だけ報告を受けると、こんな感じだということだと。いう理解をしておいてください。で、厚生労働省令で定める業務というのは次の通りということで、基本的に限定されています。ですから、次の19目以外の業務には適用できませんということで、新商品、新技術の研究開発から業務処理システムの分析、設計とかいろいろ書いてあります。いちいちあれすんで、しないんで、見ていただきたいと思うんですが、ただ誤解しないでいただきたいのはね、例えば、最後の方にね、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士、これも社労士が入ってるのはちょっと、どうしてかなと思うんですが、それは別にしてですよ。と書いてあるんですけどね、じゃあ、例えば中小企業診断士の資格を持ってる方がですよ、ある会社に入って普通の仕事をしてますと、ね。そしたらこれは専門業務型裁量労働制の対象の範囲ということで選んでいいのかということではないんですよ。いいですか？その中小企業診断士
としてのまさに業務を従事していると、ね、いう場合にはこれに該当するということなんで、中小企業診断士イコール専門業務型裁量労働制の対象だということではありませんからね。中小企業診断士であって、しかも本来その中小企業診断士たる仕事をしていればという意味ですよね。よろしいでしょうか。で、ここでちょっとね、話題を変えますけど、事業場外労働のみなし労働時間制ね、さっきのバスガイドさんの話じゃない、添乗員の方ですが、の場合はですね、いわばその物理的に監督ができないことが制度適用の理由なわけですね。要するに物理的に監督ができないんで、まあ労働時間の算定もできないだろうということが理由でしたけど、この裁量労働のみなし労働時間制の方の場合はですね、業務の性質、いいですか、専門性が高いというような性質から言って監督できないと、ないしはすべきではないと、ね。要するに監督できないというのは、まあ要するに監督する側にその業務の内容を理解できないということですよ。ね。公認会計士さんがやられているような仕事をですね、その上司がね、監督できるかって、それはできないんですよね。ないしはすべきじゃないですよ。そんなね、細かく監督するようなね、ことなら、そんな専門家をね、雇う必要はないわけですよね。ということが理由で適用される制度と言えるわけです。で、しかしですね、専門業務型裁量労働制適用の可能性のある業務は、施工規則の2号1号の研究開発関連業務とか、2号の情報システムの関連の業務を除くとですね、一般的な製造業などは適用の余地のなさそうな専門職のみであります。まあ確かにね、さっき言いました何々市さんなんていうのは、まあ通常の製造業の中でそういうことを専門にやるような人とはいないですよね。まあどちらかというと、まあ、外注って言ったらおかしいですよね。何かあった時に他に頼むということなんですよね。で、そこで産業界の要請などを受けてできたのがですね、次に紹介する企画業務型裁量労働制。要するに専門業務型裁量労働制をですね、多くの企業で使うなんてことはできないよと、ね、いうことで出てきたのがこの企画業務型裁量労働制。で、専門業務型裁量労働制の対象となる、まあ、ね、前のあれで示した業務は、どれをとってもどのように業務を行うかという業務遂行取材や仕事のスケジュールの管理、すなわち時間配分などに関しては使用者が具体的に指示を与えない業務ですね。要するに指示を与えないと、一時合わせ構成は言わないということですよね。で、この制度の適用を受けるためには該当業務とか業務に必要な時間などを労使間で協定し、それを労働基準監督署と届けなければなりません。で、その上で当該業務に従事した労働者は協定で定めた時間労働したものとみなされる。だからさっきの事業場外と何が違うかというと、やっぱりここではね、なんか9時間とみなすというふうに労使で決めればいいということじゃなくて、ちゃんとそれを、協定してですね、そういった、まあ、監督署にきちっと届けてくださいよということになっている。ここが、まあ、違いますのでね、手続き的には違ってくるということを留意していてください。次はこの3番目の企画業務型裁量ですね。で、これは実は産業界はね、これの要請が強かったんですね。非常に産業界はこれの要請が強かった。だからこれも途中で変更がありましたね。大まかに何が変更になったかというと、本来はね、本社の本当の企画をするようなね、部門、まあ、経営企画部なんていうのが、昔は私の勤めたところにもありましたけど、そういうまさにね、全社的な企画業務というようなものだけだったんですが、まあ、最近読んではね、事業所、ね、いわゆる
地方の支店だとか事業所なんかでもそういう業務が認められるというようなことで範囲が広がってきてるんですね。で本当はその産業界はここを狙っていったんですね。だからまあ廃案にはなりましたけどね、最近の公開でもやっぱりこの企画業務型裁量労働制ということが、ね、議論になりました。でまあ、そういったことで次に企画業務型裁量労働制の開設に入ります。企画業務型裁量労働制とはですね、特殊な専門職を対象としている専門業務型裁量労働制に対して企画業務ですね、企画業務どちらかといえば いわゆるですよ、私こういう言葉好きじゃないんですけどね、ホワイトカラーとかなんとかっていうの好きじゃありませんけど、でいわゆる世間でいうホワイトカラーを対象としています。ただしホワイトカラーといってもですね、全てのホワイトカラーというわけではありませんね、企画業務だということですね。でこれ非常に手続き面がとても複雑になってます。まず労使委員会というのは設置が必要です。で労使委員会って何かというと、賃金労働時間などの労働条件に関する事項を調査審議して事業主に対して意見を述べることを目的とする委員会ですと、ね、要するに労働者代表なんかのような、ね、一人置けばいいということじゃないんですね。で委員の半数は労働者代表が指名したものでなければいい、ね、何かというと会社が指名したんじゃなくて、ね、労働者代表が指名したものでなければなりません。でそれから2番目、決議は、ね、労使委員会の委員の5分の4の多数決、要するに圧倒的な多数で決めなきゃやりませんよと。で決議はきちんと労働基準監督署に届け出をしなければなりません。それ労働基準監督署がそれをいちいちチェックしているかどうかは私は知りません、ね、別に悪口言ってるわけじゃない、知りませんって言うだけです。要するにこのその労使委員会っていうのが必要なわけですね。で実はこの労使委員会っていうのはですね、一時期労働契約法なんかのところでもね議論になったんです。いろんなことについて労使委員会っていうのを検討してみたらどうかと、ね、労働組合じゃなくてですよ、労使委員会。でこれについてね、なんかはっきりして私理由は分かんないんだけど、私はこういうのいいんじゃないかなとね、こういうのを設置していけばですね、いわゆる労働者代表制というようなね、ああいう曖昧もことしたものじゃなくてね、ちゃんとそれなりに労使がきちっと話をしてですね、話をする基盤ができるんじゃないかということで、私は個人的には賛成だったんですが、ある先生の回顧録を読みましてね、お名前は出しませんけど、非常に労働法の権威である先生が最近回顧録を出してましてね、でその時はその労働組合が反対してこれは流れなんだというようなことが書かれてありました。労働組合側がね、主にね反対して、で反対の理由は分かりませんけど、もしですよ、もしそのこんなものができたら労働組合に変わるものになっちゃっておかしいじゃないかっていうようなことであったとしたらね、それはおかしいと思うんですよね。私ね、やっぱりちょっと話また余談なんですけど、すいません、この講座はこの余談がに意味もあるとって聞いてください。でいろんな中小企業さん回りました。でやっぱりね、会社の経営がうまくいってるところはね、使用者と従業員の方がよく話してますよ。それは仕事のことだけじゃなくてね、仕事のことじゃなくて、食事時間の件だけど、もう少しこうなりませんかとかね、ある労働条件なんかについても話するわけですよ。で、使用者としても、あんたがそう言うんだったらそうしようかとか、そういうような話し合いがされているような会社、こういう会社はね、いい会社ですよ、うまくいってますよ。ところがね、使用者の方がね、まるで労働者なんてようなものは使い捨てればいいんだというような感覚でやってればね、そういう会社はうまくいきませんよ。ね、
そういう会社、それから従業員の満足度も低いですよ。いつも社長の悪口ばっかり言ってますよ、正直言いますとね。だから、やっぱりね、それは労働組合ができればいいですよ。できればいいけど、なかなかできないんであれば、要するに、労使が話し合うというのはね、そういう場所ができるというのは、一歩でも二歩でも先に進むんだと思うんですよ。ね。だから、まず進めてみようじゃないかという発想にどうしてならないのかなというふうに思うんですよね。確かにこういうね、労使委員会の委員というのは労働組合と違って、なかなか対等の立場には立ちにくいかもしれません。立ちにくいかもしれないけど、ちゃんとね、両方から代表者が出て話し合いをするんだと、その上で物事が決まっていくって言ったら、それは一歩前進じゃないかなというふうに思うんですね。で、それがやっぱりまずければ、もう少し変えていきましょうとかね。中には、いやどうもこれでダメだからやっぱり労働組合結成しますとかいうことがあってもいいんじゃないかとね。まあそんな感じはしておりますが、ここら辺はね、かなり個人的な意見がいろいろあると思いますので、皆さん各自お考えいただければいいと思うんですけど、私はまあそんなふうに思ってます。ちょっと余計な話になりましたけどね。ということで、まあ、手続き組合が とても複雑なんですね。で、労使委員会の決議事項は次の通りですということで、対象業務、何をするかとかね、何の業務で、対象労働者の範囲はここまでよとか、でこれ対象労働者の範囲という中にはですね、その例えば新人にして企画、名称としてはね、企画をするような部署に入った、じゃあ新人でも対象になる方、そういうことはダメですよってことですね。その人はやっぱりあれでしょう、いろいろみんなから指示を受けて仕事するわけですからね、補助的なことを最初やるわけですから、そういうのは入らなくて、きちっとやっぱり範囲を確立してください。それから、1日についてのみなし労働時間、ね、1日を何時間とするかという時間を決めなきゃいけないと。それから、健康福祉確保措置、ね、まあ、どうしてもね、時間が必要になるので、そういう措置をきちっとしましょうとかね、苦情処理制度。ね、措置、まあ、こういうことを、この、企画業務型裁量労働制についていろいろ議論があったら、ここに申し出てくださいというようなことでね、その時はこういう対応をしますと。それから、ここでもやっぱり労働者の同意を得なければならないこと。で、ここで出てきたんですね、労働者の同意を得ない。もう、これらね、私は正直言って腹が立ってしょうがないんですよ。なんでね、その法律のね、こういうその、労働基準法っていうのはあれですよ、強行放棄で最低基準ですよ。でそこにね、労働者の同意を得なければならないことってことを入れてね、こうなんか法律を作った人がね、免責されるような感覚を持つなっていうことですよ。同意を得てるからいいんじゃない、そうじゃないんですよ。本当にこういう業務ならば裁量労働制にしてよければね、同意なんて得なければ同意なんて入れなくてもいいんですよ、ね、やっぱりね、そこにね、なんかちょっと後ろめたいところがあるからね、こういう労働者の同意を得なければならないことなんて入れるんじゃないかなっていうふうに私はうがった見方をするんですけどね。すいません、このも私の、ちょっとね、どこかが曲がっているからかもしれませんので、まともには受けなくてもいいですけどまあそんな感じがします。それから有効期間ね、からいろいろ、まあ、健康福祉確保措置だとか苦情処理の実施状況について記録の保存というようなことをやるということで、これ私の書いた本にはちょっと書いたんですけどね、余計なことだということで書いたんですけど、非常にやっぱり複雑なんですよね。はい、で私は思うんですけど、一回も言いましたけどね、そのこういうその企画ね、まさに、会社全体のことを考えてね、いろいろ企画してもらう人にはね、自分がいいアイデアが出たときはもう時間なんか気にしないでどんどんやってくれと。でその代わりいいアイデアであったでも時はもうのんびり休んでもらってもいいよとね、私はあんたらの才能と頭脳に期待してるんだというような太っ腹に考えればね、こんないちいちこんな手続きなんていらないんですよ、本当は。ね、
本当にいらない。だからね、逆にね、こういうのを利用してね、超過労働払うのを避けようなんていうね、ブラック企業型の経営者はね、ああ、いい制度ができたじゃないかってね、こんな手続きなんてなことはね、無理やりでもやらしちゃうわけですよ。ね。ということは何かということを、なんていうかな、条文で細かく規定したからね、それでいいんだっていうことじゃないんですよね。そこがね、ちょっと最近の労働立法を見てると、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。確かにいろんな利害関係ある中で調整してると、こんな風になるっていうことかもしれんけど、もうちょっと太っ腹にね、やっぱりこれからの労働ってのはこうありたいとかね、いうようなことを決めてね、その実効性のある措置を取ってもらいたいな、というふうに私は思うんですね。というのは、ある意味ね、そろそろ日本の社会を考えるとね、最初にお話した通り、大きくはね、少子高齢化だとか、それからまさに人間じゃなくてね、まさにコンピューターが仕事をする時代になるわけですよね。そういう意味で、労働環境も変わってくるだろうし、ね、経済動向なんかも変わってくるんだろう。で、そういう先々の将来見通したときに、こういう大きな方針で進むべきじゃないかというようなことをきちっと決めて、で、それを国民にきちっと説明をして、ね、で、本当に見識のある人がきちっと対談をして、ね、で、いい方向を目指してほしいと。ね。別に、厚生労働省にいらっしゃるね、エリートの方が、そういう考えがないって言ってるわけじゃないんですよ。ぜひね、皆さんのその優秀な才能をそういう方向にも使ってね、やっぱり、将来をね、見通した構想を練ってほしいなと。労働法の領域なんかもそういう意味で大きく変わっていかなきゃいかんというふうな 感じがしております。すいません、生意気なこと、いつも生意気で、この講座の、特徴は生意気だというふうに思っていただければと思います。すいませんで、ね、内容面ですね。この企画業務型裁量と内容面ですが、対象業務は事業の運営に関する事項について、企画立案調査分析だといいですね。企画立案調査分析であって、業務の遂行を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある。要するに、上司では分からんと、ね、いちいち細かい指示なんかできないというような業務だということですね。使用者が業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこと、ね、指示なんかしちゃいけませんよと、ね、あれどうなってんだ、これどうなってんだというのじゃないですよということです。で、労働者は対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有している。これがさっき言ったことですね。単に何々企画部に入っているから対象になるんじゃないですよということですよね。経験の少ないような方はね、そういうことにはならないんでね、そこは実質的に見てくださいということです。それから、専門業務型裁量制と違って、当該労働者の同意があるということですね。ちょっとこのについてはもう苦情は言いませんけど、要するに、専門業務型裁量制というのは、非常に業務の専門性がはっきりしてますね。あまり問題ないんですが、この企画業務となるとね、非常に曖昧になりますよね。そういうことで労働者の同意があることということなんだろうと思います。で、労働基準法がですね、この制度の適用に関して非常に慎重な態度を取っていることが読めていると思います。で、さっきの繰り返しになりますけど、おそらくはこの制度が乱用されるのを懸念したんだと思います。で、専門業務型裁量労働制と違い、企画業務型裁量労働制の場合は、業務の範囲の規定の仕方も抽象的な表現になってね。それはどうしても抽象的になりますよね。企画業務なんて。ね。
何でもかんでも対象業種とされる危険性があるわけですね。危険性というのは、この裁量業務の場合は、いくら長時間労働しても労使委員会で決めた一定時間労働したことを見なされるわけで、体のいいね、サービス残業、体のいいサービス残業の脱法行為になりうるという意味です、ね。悪用されるということですよ。だから、いろいろ細かい規定を置いたということなんですけど、くどいようですが、いくら細かい規定を置いてもですね、いわゆるブラック企業の強力な経営者の方はですね、そんなことは、形式的な手続き面なんかはもう簡単にやらしちゃうということですよね。ということじゃないかなと私は思います。その辺はよくね、監督の任に当たるね、役所も見ていただきたいなというふうに思います。ということで、今日の労働法の話は終わります。で、ここからいつもの通り、個人的な世間話のコーナーなんで、ご興味のない方は無視ください。一応ですね、私は人事っていうか人事労務のプロです。どの程度のプロかったら、まあ、大したプロじゃないかもしれませんけど、まあ、そのことでずっと生きてきてましたし、いろいろまあ自分なりにも考えてきましたし、それから私はサラリーマンとしては、まあ、いわゆる大手に勤めてました。それからコンサルタントとしては、もう大手のね、コンサルタントできるようなあれじゃありませんから、中小の人事労務も見てきたつもりです。で、そこでですね、いろいろ考えることがあるんですが、まずはね、人事は公正にってよく言いますよね。確かにね、それは私がスタッフとして人事だとか労務をやった時には、できるだけ公正にとね、要するに C がね入らないように公正に行われると、みんな公平公正に行うというようなことで制度設計もしたし、運用なんかについてもそういうふうに LINE と相談してやってきました。でもね、いいですか、人事はね、所詮他人が決めるものなんです。いいですか、自分の人事は自分では決められないんです。例えば私も最後ね、人事屋としては、まあ、例えば人事部長という仕事ね、ある事業所の人事部長という仕事を職務につきましたけど、じゃあお前自分が自分でその人事を決められるのかったら、のことはないですからね。自分のさらに上司がいますしね、そういう部門、その方が決めるんですですよね。ですから他人が決めることなんです。ですから、にやりイコール私はこれは好き嫌いだと思います。教育を言ってね。とりわけ上位の人事になってくるとやっぱり好き嫌いですよ。でね、皆さん、まあ、好き嫌いだって言って文句言うんですけどね。でもよく考えてみてください。皆さんが上司になった時ですよ。2人の部下がいて、両方ともそれなりにまあできる男だなと。で、次、どうしても1人をね、課長にしなきゃいかんと。しか課長にしなきゃいかんと思ったとき、どうです、あなた嫌いな方を選びます、好きな方を選びます。僕は、私はね、 99% 好きな方をやっぱり選ぶんだと思うんですよ。で、それがまあ普通の人間でしょうね。この前ちょっとね、政治家の話で、相手嫌いだと言ってる人を選んだという、ああいう人事ってなかなかないですよね。いや、本来はそうあってほしいと思いますよ。自分にきちっとね、文句を言ってくれるような人をね、選ぶっていうのは、私は人事の妙だと思いますけど、通常は、そうじゃなくて、あそこ持っても、そうですね、つって賛成してくれるような、人間が好きだったら、そういう好きな人を選ぶんですよね。いや、確かにね、反対してくれるのが好きな人だったら、そっちを選ぶんでしょうね。要するに好き嫌いです。ね。そんなにね、実質は公平には行われません。で、それは人間だから、それでそんなもんだと思います。でもね、私はこれ好き嫌いだからいいんだと思いますよ。好き嫌いだからね、まあその晩ね、その右の図にあるんじゃないけど、ちょっとやけ酒でも飲んでね、
あの上司はもう分かってねえとかね、人を見る目がねえとかね、なんで俺があいつよりも下なんだとかね、ぐち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 一晩飲めば、まあ多少は忘れられるんですよ。で、これがね、そうじゃなくて、好き嫌いじゃなくてね、客観的に本当に公正にね、あなたはあいつよりも能力がないと決めたと、まさに神様に決められたようなね、ことだったら、これこそショックが大きいでしょう。ね、立ち上がれませんよ、それは。酒を飲んだくらいじゃ忘れられませんよ。ね、ずっと後を引きますよね。ですから、まあ、好き嫌いだと思う、思っとこうぐらいでいいんですよ。でね、ただ、人事を担当するスタッフだとかね、人の上に立つ方にはね、ぜひ好き嫌いじゃなくて、公正にやろうという意識でやっていただくと、まあ、そんなようなバランスかなと。で、決められた方は、まあ、好き嫌いじゃないかというぐらいの程度に思っておいた方がいいということです。で、私が、これはずっと私の持論だったんですけどね、今も持論でほとんど変わらないんですが、最近というか、まあ、数年前ですけど、嫌われる勇気という本が大ベストセラーになりましたよね。大ベスト。これはアドラー心理学に基づいた本でですね、非常に有効しました。大変ね。私も読んでですね、いろいろな意味でですね、刺激を受けたんですが、その中に課題の分離という考え方があるんですね。課題の分離。これは何かというとは、課題、いろんな課題にはね、自分の課題と相手の課題というのがあると。ね。要するに、自分がやるべきことと相手にやってもらう、ないしは相手がやるべきことというのは分離して考えなさいと。ね。そして、相手方の課題には干渉するのと。ね。いろいろ思ったり、評価したり、ね、相手のやったことについては、いいの悪いのとかあんまり思うなと。ね。干渉するなと。しかも、ぐちぐち言うなと。だから、逆にね、自分の課題には干渉させないと。自分が自分の責任で持ってやったことについては、相手にごちゃごちゃ言わせないと。こういうことですよ。こういう、あれがありましたね。いや、これはいい考え方。かなりね、私の好き嫌い人事論よりも、普遍性があるなと思って、いい話だなと思います。で、これを人事について言うとね、あなたの課題っていうのは一生懸命仕事することですよ。ね、一生懸命仕事、自分なりですよ。自分なりの考えで一生懸命仕事すると。で、上司の課題は何かというと、あなたを評価することですよ。ね。だから、あなたとしてはね、上司の課題であることについてね、ぐちぐち言ってもしょうがないということですよ。ね。あくまで、あなたを評価するのは上司の課題、上司の仕事なんですから。ね。というようなことで、まあ、この課題の分離の考え方、いろんなところに応用が効くと思いますけどね。ぜひ参考にしてもらえると。それから、ちょっと視点が違いますけどね、もう少し、もう一つ、人事をずっとやってきて、それから、その OB なんかを見ててね、思うことなんですが、会社内部でしか通用しない役職肩書きね。これはですね、正直言って、外ではクソの役にも立ちませんからね。嫌がられるだけです。とりわけOB なんかになっちゃうとね。それはですよ、営業なんかやっててね、どこどこの会社の部長でございます。ね、何々営業部の部長 でございますったら、それは相手もね、きちっと対応してくれるから、そういう意味ではちゃんと役に立つんですよ。そういう意味じゃありませんよ。そうじゃなくて、そういう仕事の関係の外に出ちゃったらね、会社内部というのはそういう意味です。仕事の関係の外に出ちゃったら、そんなものはクソの役にも立ちませんということです。例えばね、こういう笑い話もあるんですけどね、例えば私は途中でサラリーマンを卒業しました。その時にね、職安ってそんなこと言ってませんよ。言ってませんけど、職安から必ず聞かれるわけですよ。あなたどういう仕事ができるんですかって。
その時にね、私が人事部長ならできますって言ったら、おそらく職場の職員はケラ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 笑うでしょうね。そんなん何の役にも立たないわけですよ。で、むしろね、賃金のことが分かりますね。なかなかこの賃金のことが分かるという人、そんなにいないですからね。賃金のことが分かる。ね。それから、労働法の知識がありますね。まあ、私も労働法についてはかなり知識は持ってると思います。それから、就業規則ね。会社のいわゆる就業規則って全体の規則ですよ。あれ、結構ね、新しく作ると大変ですからね。社労士さんなんか専門にやってますけどね。ああいう就業規則は作れます。ないしは、自社としてね、まあし、専門家に頼んでもね、よほど細く、チェックをしないとね、自社に本当に合った就業規則になるかどうかってのは、ね、あれですから、自社に合った就業規則が作れますとかね。そういうことは、これは OK ですよ。これ、どこでも通用しますよ。ね。で、そういう意味で、なんていうかな、肩書きとかね、そういうものに執着しないということですよ。ね。やっぱり、プロになりましょうよ。ね。いや、自分がプロだと言ってるわけじゃないんですよ。目指すべきはやっぱりプロかなというふうに思います。で、そうするとね、上のその好き嫌いの人事もあんまり気にならないんですよ。自分のね、自分のやりたい仕事で、自分が自信を持ってやってる仕事をやってるんだっていうことになると、逆に人の評価なんてあんまり気にならなくなるということです。ね。そんな感じがしております。ということで、今日もまた生意気なことを一言言わせて、一言ではなくですね、一言二言言わせていただきます。ということで、今日の話は終わります。どうも、ご清聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた、ということです。